さあ脱げや、ヒトちゃん。おお、ええ体しとるやないか。脳ある鷹は爪を隠すちゅうやつか。秋山さんの店であの金を見たとき、チャンスだと思ったんです。冴島さん、俺に言ったじゃないですか、極道のチャンスは一度きりだって。俺は今感じるんです、今がまさにその瞬間だってことを。そうか、ほなら俺がちゃんとお前の思い受け止めたるわ。しっかりお願いしますよ。ああ、手加減なし。死ぬかもしれへんけど文句言うんやないで。ええな。